地表面の淡水淡水は、降水として陸地にもたらされて、地下水や川となり、流れを集めて大きな川となる、南極大陸の雪原は、地球上の主要な淡水である古来、生活の中に存在してきた、淡水淡水あるいは真水とは、第一義として、塩分濃度の低い水の包括的故障。第二義としては、陸生の生物が、生態維持のために利用可能な程度に、 塩分濃度が低い水のことである。ミネラルなどの濃度が高すぎても低すぎても、淡水とは呼ばれず、別の故障が用いられる。また、炭水の単位語である。英語では、フレッシュワターという。平素の日本語としては、現代的科学の成立以前から用いられてきた、真水の名で呼ばれることも多く、特に事業及び商業ベースでの扱いでは、淡水と呼ばれることは、むしろ少ない。 淡水は地球の表面では流れる水や溜まった水、降り積もった氷雪などの状態で存在する。また、地下では氷雪を含めて地下水として流動する状態あるいは閉じ込められた状態で存在する。一方、海には海氷以外の流氷として淡水が存在する。なお、地球上にある水の中で淡水の割合は2.5%であるが、 その約7割が氷河として存在している。人間が水資源として容易に利用可能な淡水は河川水や土壌水で地球上の水の0.007%に過ぎない。淡水は塩分濃度が0.05%以下の水と定義されている。淡水は主に雨や雪で供給される。例外的に塩分濃度の高い河川や故障もあるが、このような水も含めた 陸に存在する水を指す、包括的故障としては、陸水がある。杉田、道明、田中、生。水門科学、協立出版。ISBN 978から4から320047044。ありがとうございます。